勝者の名のもとに。答えなさい。これが運命です。運命が水面に映るのです。召喚に応じ参上する。無駄だ。わめくがいい。
無駄だ。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。は？超うちの話最後まで聞き